はい、こんにちは。見えてるかな？生シリーズ。これはあんまり関係ないけど、これは食べたかったシリーズ。時にはちょっと贅沢を。食べたかったシリーズ。これは生シリーズ。はい。なんか超普通の普通の晩ご飯っぽくないですか？めっちゃ普通の晩ご飯っぽくないですか？なんかあの宮本むなしみたいな見えます？宮本むなし風サバ定食みたいな、納豆もあるよ。はい、いただきます。時にはちょっと贅沢を。これがしたかった。あ、スプーンがない。スプーンで食いたかった。スプーンで食いたい。誰かがスプーンで食うたらもう頭悪なんでって言うたってけど、スプーンで食いたい。うん、いただきます。めっちゃ普通の晩ご飯っぽくないですか？サバはひっくり返して食べる派、尻尾が大好き派。尻尾で言えへんね。何ちゅうの？おっぽ？サバ美味しいね。酢豚のサバ美味しいね。じゃこも言うほどうまない。感動が薄い。やっぱこんなんうまいまずいあんねやろね。やっぱ感動するときはそれなりにうまいじゃこなんかもしれんね。知らんけど。感動薄い。嫌になってきた。こんな普通のご飯っぽいの食べて感動できへんなんて。伊藤美咲がなんか何年かぶりに言うて、12年ぶりやて。伊藤美咲変わらぬ美人言うて、昔のが良かったもん。なんか顔変わったように思うけど、パチンコ屋の社長と結婚しちゃったんかな。
分かれてないかな。京楽や。マジか。京楽の社長や。こんな若いん。若いんってこれ若い時の写真か。知らなんだ。すごいやほんなら。だけどテレビに出てくることはまたな、もうあれなんちゃう。昔ね、それこそ伊藤美咲がテレビ出てる頃かな、出てる頃かな、出てる頃、伊藤美咲 によう似た子とね、お付き合いで、付き合ってるわけじゃない、何時代のお付き合い、お友達、付き合ってないお付き合い時代の、なんて言うてんの、知り合い、お友達だって。ほんまによう似てる。懐かしかったわ、だから、で、その姉ちゃんとねハワイ行ったことありますね二人でハワイ、なんか話したかな、この話、服まだ話してるね。今でこそこんなみんな何でも個人で物を売れる時代やけど、当時はまだそんな個人が売るとかなかなかね、まあ、言うたらヤフーオークション、ヤフオクぐらいやってね。それブログとかもそんなもんまだ全然、まあする子はしてるけど、あの全然そんなん誰もが捨てる時代じゃなくて、でその伊藤美咲の子がね、あの服売るとかいう話で、ほんで私がいろいろアドバイスさせてもうたんよ。ブログやったらええでとかね。ほんならなんかもうわからんなりにやっとった、なんかあのお客さんついてきて、ほんならその日本で売ってないアメリカの服売ってやったんかな。で今度アメリカに仕入れに行きたいことになって、ほんでハワイのおっさんもついていくわ言ったら、行こう行こうみたいになって、ほんで2人で行って、ほんなら普通同じ部屋やし、あのまだその時、あその時も息子もそんな元気なかったんけど、あの元気なやつ飲んで、ほんでね、ほんなら普通にそんなことありなんかな思ったら、
普通になくて、おっさんすねて、ホテル飛び出して、やってるんわ言うてね、あのハワイのね公園でね一晩明かした。アホでしょ、アホ。めっちゃ怖かったよ。めっちゃ怖いこともないけど、ハワイですぜ、ハワイの公園で日本人が寝てるんよ、おかしいでしょ。ほんでなんかタバコ呼んでくれ言うて、タバコくれ言うてね、その外人、ハワイアメリカ人にタバコくれとか言われたりね、ほんまにね。だから当時、その今でこそ日本もタバコ高いけど、当時のアメリカいうのはもうタバコ高い先端いっとったみたいでね。だからそんな私ポケットにタバコ入れてるわけですやん。ほんならもうタバコくれくれみたいなね、寄ってきよん。そんな中で公園でねこうやって寝て、アホやん。ほんまに懐かしいわ。伊藤美咲どないしてんねやろね。あ、ほんでその子はね、あ、もうそっからもう何、もう商売、その服がえらい流行ってもうて売れて、ほんでもう何、何やったかいな、なんとかいう外車まで買うぐらいにね、ハマーや、ハマーを買ってみたいなね。ほんまに今どないしてやんねやろね。そういう時代やったんや、ほんまね。あの今でこそどうやろう、そうそうね、難しいかもしれないけど、まあ当たればそういうもんやねん、物販でもね。ほんまにびっくりですわ。ほんまね、伊藤美咲凶楽キュ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 。まあ今日はこれぐらいにしときましょうか。今日はもうこれぐらいにしときだろうけ。まあ精のつくもまだちょっとゆっくり呼ばれますわ。あのまだ納豆も残ってるしね。はい、まあそんな感じでね、はい、お厚ございます。ではじゃあ失礼しますわ。お会いそなしで、お会いそなしですみません。毎度失礼します。バイナラ。チャンネル登録お願いします。